映画バックトゥザフューチャーパート1に出てくるタイムマシン、デロリアンです。これは2024年に新規設計されたプラモデルです。ボディ外装につくパーツは307で塗装します。メタリック感のあるパーツは下地に黒サフ、その上にウィノーブラックを吹きます。ミラークロームを吹きます。輝きを増すためエアの圧を低くします。メッキ調に塗装したパーツはクリアブルー、クリアレッドを吹きます。ブルーのコンデンサーの後ろ側のパーツはこの2色を混ぜます。排気ダクトはクレオスの333とダークステンレスシルバーを吹きました。溶接痕以外をダークステンレスシルバーで明るくします。塗装だけでは色が薄いのでブラックとグレーでウォッシングします。シルバー系は白やグレーで微妙に反射トーンを変えて単調にならないよう材質の違いを出します。クリアパーツは塗装の食いつきが悪いのでヤスリで荒らします。透明部分とオレンジ部分と縁をマスキングしてクリアレッドを吹きます。
赤い部分をマスキングしてクリアオレンジを拭きます。ナット部分だけ墨入れします。マークセッターを使って付属のセンターキャップのデカールを貼ります。パンツやクリアを拭いていきます。室内のパーツですが、小豆色は明るいのでガイアカラーのオーカーレッドを拭きました。ここで止まるようになっています。前側のパーツです。前側は固定位置がありません。ロアアームの半円の向きとスプリングパーツの斜めを確認して接着を進めていきます。リアはロアアームの上に接着していきます。
このパーツを左右間違えて接着してしまったため、キャリパーが車体中央側に向いてしまいました。現代の高性能車はマスの中心か、 F1 では重心を下げるのとどのみち見えないのでいいかなと。デジタルスピードメーターのコネクタを黒に塗装する前にちょっと飛び出しているケーブル部を切断し穴を開けます。室内のパーツですが、黒はエナメル塗料を使い綿棒でエッジ部の塗装を落としていきます。ふさふさの綿棒ではボコブの塗装も落としてしまうので、外側のエッジだけにして、仕上げは硬い綿棒を使います。センターコンソールのこのシーソースイッチは黒です。マスキングして見えませんが、丸も黒です。キーパッド部分の塗装ですが、ベースは量産型ザクの薄いグリーンに白を混ぜて、キーパッド自体は白とサンディブラウンを混ぜて塗装しました。穴を大きくしておいたのですが、想定以上に塗装が乗ってしまったので穴を大きくします。広がらない程度の流し込み接着剤を垂らします。シルバーがテカっているので1対1で混ぜたハンツやクリアを拭きます。ちょっと艶がなくなりすぎたのと、前後のグレーがちょっと青っぽいです。動画にしていない作りかけのプラモデル用に購入していた。シードシャオ RP2040 というマイコンです。
プログラミングの勉強している時間がないなぁということで放置していたのですが、デロリアン作っている最中にちょっと調べたら、あれそんなに難しくなくないと思い、ちょこっと勉強したらとりあえずここまではできるようになりました。どうするかはこれから考えます。ピン全部をアウトに振ると11個独立して LED のコントロールができます。 PWM も使えるので明るさのコントロールもできます。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作段を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。